何か飲もうかしら。チラサキュラ、なんでこっちを見るんだ。私の水を飲もうとしたら撃つぞ。ジュエルさんったらケチだわ。減るものじゃないし、ちょっとぐらいいいのに。減るぞ。しかもサキュラはちょっとじゃないからめちゃくちゃ減るぞ。確かに今日は暑いね。僕溶けちゃいそうだよ。ワッフルもか。私も溶けそうだ。ジュエルは水だからもう溶けてるよね。ここはすごい暑いってことが伝わるように挑発してみせてよ。え、さすがにそれは無理だ。うわー、眩しい。日差しが強くて挑発する。ああ、ポロンが挑発してるぞ。ポロンさん大変だわ。早く水をかけて冷やさないと。それ、やっぱ私か。痛い。なんでポロンがいるんだ。蒸発したはず。そうか、私の水で冷えて元に戻ったんだな。よかった。私のとっさの判断が良かったのかしら。いや、もともと蒸発してない。必殺技のガスを出しただけのスケルトンジョーク。あはは、何それ、面白い。全然面白くない。私はぶつかり損だぞ。私もこんな簡単に引っかかると思わなかったし、こっちも痛かったからおあいこ。ありえそうだったよね。スケルトンって光に弱そうなイメージあるし、闇のものって感じ。それよりサキュラ、何がとっさの判断だ。勘違いだったぞ。私に謝るんだ。どうした。光が眩しい。蒸発するわ。何してるの。サキュラ、さすがにそれはないって。お前最初からずっといただろう。ひどいわ。私もあくまで闇のものなのにデーモンジョークが通じないなんて。っていうよりヴァンパイアっぽいよね。二番煎じだ。まさかそれでごまかせると思ってないよな。蒸発するなら私が体当たりして仕返ししてもいいよな。あら、私見回りの時間だわ。みんなまた後でね。こら、逃げるなんて卑怯だぞ。お、なんか今までで一番悪魔っぽい。都合が悪くなると逃げるところが。猫、もう終わりか。リンド船長、戻ってきてくださいよ。今の船長はお前だ。そんなんじゃこのモンスピ界ではやっていけないぞ。もっと頑張れ。そんな。ワッフルちゃんが悩んでるなんて珍しいね。何かあったの？なんかご主人を見てると頭がこうモヤモヤするというか、モカモカするというか。ワッフルちゃんが私にそんなこと言うなんて、一体誰の影響よ。そんな頭はこうしてあげる。うわあ、やめてやめて。ご主人にイラついてたわけじゃなくて、誤解だよ誤解。本当でしょうね。正直に言わないとやめてあげないよ。あ、思い出した。何を思い出したの？僕はずっと探し物してたんだけど、人間からもらったものだったんだ。だからご主人が気になったのかも。思い出せてよかったじゃん。あたしもこれを狙ってワッフルちゃんに絡んだんだよ。もうまたそうやって調子のいいこと言って。それでどこにあるの？何を埋めたの？それはまだ思い出せないや。でも少しすっきりしたから近くまで行けば思い出せるかも。出発！さくら、どうしたんだじ？女性が憂鬱な顔をしているなんてよくない。何でも俺に相談するといいんだじ。おっとんちゃん、潮風が肌に合わないみたいで、海賊というか船旅は向いてないのかしら。そうかお？さくらはいつもと変わらず綺麗な肌に見えるんだじ。もう、おっとんちゃんには乙女の悩みがわからないんだわ。さくらがいなくなるなんてやばい。俺の唯一の心のオアシスがなくなってしまうじ。これは俺がなんとかするんだじ。出発！上陸！上陸！出発！リビエラちゃんから秘宝の場所を教えてもらえるなんてラッキーだったね。あれ、でもリビエラちゃんって秘宝狙ってたんじゃないのかな？初めて会った時は奪いに来たんだけど。今回も秘宝を狙ってきただろ？何かおかしかったか？奪われた秘宝は取り戻すって言ってたけど、自分で狙ってるなら秘宝があるかもなんて教えてくれないんじゃない？それは多分目的が秘宝から秘宝を持つ私たちを倒すことに変わったんだろう。私たちを倒せば秘宝も手に入るしな。私たちにとって秘宝は強さの証だよ。秘宝やオットンを知ってたのも、昔秘宝を集めたすごい海賊団って有名だったからだよ。だから秘宝を狙って手に入れて四天王の名が広まれば、私たちがまた戻ると思ってたんじゃないかな。私とクラレットは四天王なんかにこだわらず、無駄に暴れるのはやめようと言って道を違えたんだ。私たちは戻らなかったが、新たな四天王を結成したのは良かったな。そう？四天王が揃ったのは確かに良かったと思うけど、あの構成はいろいろと心配かな。私たちの時もバカなことばかりしていたし、楽しそうじゃないか。しかしリビエラちゃんの変わりようにはびっくりしたよ。あれも四天王が揃ったせいで変わったの？特に変わってないと思ったけどな。私の言った通り、リビエラは素直だっただろ？あれは素直っていうか、敵の言うことは聞かないけど味方の言うことは何でも聞いてるだけだよ。確かにあの時は言わなかったが、あの海賊団名はおかしかったな。リンドちゃんもそう思ってたならはっきり言ってあげてよ。私だけ反対してるみたいだったじゃん。パルテちゃんはリビエラが変わってたから船を諦めたんだよね。諦めてくれなかったら力ずくかなって思ってたし。クラレットちゃんも何言ってんの？力ずくだったじゃん。はあ、元四天王も新四天王もみんなボケた性格のモンムスばっかだね。でもそうじゃないと四天王なんて恥ずかしくて名乗れないか。いや、やめて。私はボケてないって言ってるのに、リンドと一緒にしないでほしいかな。ククラレットはすぐに自分だけは大人ぶるな。機会があったら新四天王にクラレットの武勇伝を聞かせてやるかな。新四天王に聞かせる武勇伝は、今から起きる私がリンドを倒したって話がちょうどいいんじゃないかな。なんだ、やるのか。いつでもかかってこい。私の武勇伝に加えてやるぞ。今日こそリンドを海に沈めてあげるよ。ちょっとこら、船の上で暴れて壊さないでよ。出発。この辺だっけ、私が活躍して秘宝を発見した場所って。パルテが俺を突き落として亡き者にしようとした場所ならこの辺で合ってるはずだじ。何よそのトゲのある言い方は。突き落としてないんだから別にいいじゃん。それとも一回突き落とした方がいい？そんなことされたら2回目はなさそうだじ。そういえば羅針盤は？やっぱりどこも刺してないみたいだじ。私、嫌な予感がするからあとはあんたに任せる。長年の勘を信じて探しといて。ちょ、待つんだお。俺なんてパルテがいなければただの変態。ここはパルテが頼みなんだじ。ガオー、もう出てきた。前と同じパターンじゃない。これのどこが違法よ、リビエラちゃん。いや、前と同じパターンなら倒せば俺も知らない幻の秘宝が出てくる可能性はあるんだぜ。それもそうか。さあやるわよ。幻の秘宝のためにこんなモンスターぐらいまた倒してあげる。やっつけるぞ。あたしの番ね。頼んだよ。私か。動くな。僕だね。こんなのどう？私かしら。おかっきー。行くよ。私か。捕らえた。行くよ。ちぎれろ。私かしら。それ。私の番ね。切り刻む。活躍するぞ。頑張れ。僕だね。よいしょ。行くわ。あっだれ。私の番ね。一斉。活躍するぞ。とどめだ。行くよ。ソレット。体がうずく。それ。きたきた。はっ。やばいぞ。捕らえた。体がふらけろ。褒めてよ。私はモンスター娘よ。モンスター娘？へんてこモンスターにしか見えなかったけど、どういうこと？あ、ごめん、ちょっと間違った。私は元モンスター娘ね。オットン海賊団のモンムスだった。お前が俺の仲間なのか。お他の仲間たちはどうなったんだ。お俺が育て上げたおっぱいはどうなったんだ。お他の仲間もまだモンスピカイをさまよってるはず。他のみんなもお願い探してあげて。俺の海賊団の仲間がどうしてヘンテコモンスターなんかになってるんだじ。パルテ、お願いだぜ。かつての仲間探しを手伝ってほしいんだぜ。俺がこの海で秘宝を集めていた本当の目的は、かつての仲間たちを探しに来たんだぜ。俺の海賊団にとって秘宝は特別なものだぜ。仲間たちなら秘宝を持っていてもおかしくない。だから秘宝探しをしてたんだぜ。かつての仲間ね。幻の秘宝じゃなかったみたいだし、私は海から出る方法を考えたいんだけど。俺の一生の頼みなんだち。秘宝は一緒に探したんだし、あんたの元仲間もついでに探してあげるよ。貸しだけどね。出発！出発！モンスターになっていた元モンスター娘のことなんだけど、あんたの仲間だって証拠はあるの？あれは間違いなく俺の元仲間だし。そっか、あっちもおっとんって言ってたし、あんたがそうだって言うならそうなんだよね。モンスターになったってのに、あの軽い感じは俺の仲間に間違いないんだし。妙な説得力があるね。私がモンスターになってたって言われたら取り乱しちゃうよ。心配する必要はないじ。パルテの図太さんなら間違いなく軽い感じになると思うんだじ。そんなことないよ。私は絶対に取り乱すし、オットンだけは間違いなく倒しちゃうよ。それは全然取り乱してないじ。俺のことを冷静に狙ってきてるんだじ。当たり前でしょ！この繊細な私をずぶとい夜回りして人が心配してあげたのに。心配してくれたのか。を気にしなくても大丈夫なんだじ。俺もあいつらと一緒で軽いんだじ。あっそう、それなら大丈夫そうか。何にもしてあげられなくてごめんね。確かに繊細なところもあるみたいだじ。出発！上陸！行くぞ！おお、何これすごい。ポロンちゃんどうかした？宝を見つけたとか？違う。別に何でもない。隠すことないじゃん。何か見つけたんでしょ？ただちょっと眺めが良かっただけ。おー、確かにここの眺めはいいね。宝探しにいろんなところへ行くから慣れちゃって景色は気にしてなかったよ。私は見たことなかったから。幽霊船の中に引きこもってたらこんな景色見れなかったでしょ。もっとすごいとこだっていっぱいあるよ。もっとすごいとこもあるの？じゃあ連れてって。私が連れて行くの？いっぱいあるって言った。まさか嘘ついたの？そんなわけないじゃん。わかった。もっとすごいとこね。任せてよ。楽しみ。どれどれ？敵だよ。頑張るぞ。行け。行くわ。骨抜きにするわ。ダメ。僕だね。こんなのどう？私の番ね。頼んだよ。頑行くわ。はい、行くよ。てやー、はっつい。体が吹っ飛べー。私か、とどめだ。私の番ね。それ。え、来た。私かしら。ふざった。あん。僕だね。行くよ。えい。はっつい。活躍するぞ、水マシマシ。何かおかしい。さすがこれぐらい。えいえっつい。僕だね。当たって。活躍するぞ、痛いぞ。何かおかしい。ザクッと。これぐらい。はっ、やった。待ってました。潰れろ。いったね。活躍するぞ。捉えた。私は強いんだぞ。私はモンスター娘よ。元モンスター娘で海賊だったんでしょ。え？私の正体を知っているなんて、あんたただものじゃないね。それより聞きたいんだ、J。お前たちは本当に俺の元仲間なのかを？うん。私たちは全てのモームスのため、オットンと一緒にパイ族と戦った。パイ族たちを倒し、その後、パイキングを追い詰めた海賊団。オットンと最強の胸を持った7人のモームス。セブンパイレーツよ。パイ族の王、パイキング。あ、そんな奴がいるんだ。名前がそのまんまなのが気になるけど。確かに恐ろしい奴だったじ。おっぱいへのこだわりは俺と互角かそれ以上。俺のライバルだったんだじ。あんたのせいで恐ろしさがわからなくなったんだけど、さぞや恐ろしい変態だったのね。ああ。俺と同じで本当の変態だったじ。否定しないの？もういいよ。それじゃ他のモンムスを探そうよ。出発。ここの景色なんてどう？すっごいでしょ。確かにすごい。けど、私の求めてるのはこういうのじゃない。嘘つき。あれ、違った？嘘つきだなんてやだな。ちょっとした勘違いじゃん。すごい景色って言うから、ここなんてどうかなって思ったんだけど。ごめんね。こっちもごめん。ちゃんと伝えてなくて。私は幽霊船っていう薄暗くて不気味なとこに引きこもっていたから、もっと見たこともない広くて綺麗な感じがいい。ポロンちゃんは薄暗くて不気味な場所に引きこもっていた自覚はあったんだ。でも、ポロンちゃんの望みは分かったよ。今回のはちょっとした勘違いだし、次はすっごいとこだからね。本当？前より2倍くらい楽しみにしてていい？ 2 倍でも3倍でも好きなだけ楽しみに待っててよ。敵だよ。行くよ。こんなのどう？行くわ。はい、頑張るぞ。捉えた。行くよ。頼んだよ。いた。いくよ。ほいっと、私か水マシマシ。私かしら。刺すわ。私の番ね。よっ、いくよ。よっと、活躍するぞ水マシマシ。いくよ。たーい。私かしら。いくよ。潰れろ。活躍するぞ。うっ、私の番ね。それ、行くわ。とう、僕だね。よっと、活躍するぞ。シュート。私の番ね。てやー、切り裂け。体がうずく。それ、待ってました。えっと、活躍するぞ。くらえ。体がうずく。それ、もう待ってました。吹っ飛べ。やべ、いくぞ。うっ、きたきた。はっ、何かおかしい。ザクッと見惚れちゃったかしら。私はモンスター娘よ。元だお。それはもう聞いて分かってるんだじ。驚いてくれないとつまらないよ。それより教えてほしいんだじ。お前らほどのやつらが追い詰めたパイキングに負けたのかお。逃げることだってできたはずだじ。私たちも瀕死のパイキングに負けると思ってなかった。だけどパイキングは恐ろしい力を隠し持っていた。パイキングはパイ育の力を吸うことができる。あの時もみんな吸われてしまい、私たちは負けた。パイ育の力を吸う？そんなことができるなんて確かに恐ろしい力ね。それが王の力ってとこか。おのれ、よくも俺の育てたおっぱいたちを。パイキングめ、許せないんだぜ。だがもっと許せないのは自分だぜ。俺が。ここならどうだ。この景色はまさに絶景でしょ。すごい。海から見るのとは全然違う。いやー、苦労した甲斐があったね。ボロンちゃんも満足してくれたみたいだし、これは絶景という宝を発見したようなものよ。確かにお宝よりいいよ。外の素晴らしさが分かったみたいだね。これからはあんまり船にこもらないで、もっと積極的に外を冒険しよう。それは嫌だ。景色はすごいけど、その分大変な思いするもん。そんな、私の努力は、外を一緒に楽しめるようになると思って頑張ったのにな。でも、もっといろんなとこ行ってみたいかも。パルテと一緒に。うん、すっごいとこ一緒に行こうね。やっつけるぞ。行くよ。やるよ。あたしの番ね。頼んだよ。私か。弱くなれ。私かしら。骨抜きにするわ。行くよ。切り裂け、切り刻む。私か、弱くなれ。私かしら。プシュッといくよ、砕けろ。いくよ、よっ。私か、バーン。いくわ、ザクッと。僕だね。はじけろ。あたしの番ね。一斉、頑張るぞ。水マシマシ。私かしら。刺すわ。僕だね。つぶれろ。きたきた。てやー。これがあたしの実力だよ。あたしは元モンムスでしょ。もう何度も聞いたし、いいよ。それぐらい言わせてよ。教えてほしいんだぜ。バイキングと戦った後、お前らはなんでヘンテコモンスターになってんだお。バイキングはどうなったんだお。そんなのわからない。モンスターになっていたのもバイキングがどうなったかもね。でもバイキングは生きているはず。私たちの力を吸った分だけさらに強くなっている可能性もある。それってやばいんじゃない？最強の海賊が勝てなかったのにその力を使って強くなってるだなんて。私は戦うことがないだろうからいいんだけどね。それじゃ次の子も探しに行くよ。猫、もう終わりなのか？やっぱり俺には船長なんて無理ですってば。なんで戻ってきてくれないんすか？お前なら絶対に大丈夫だ。私が言うんだ、間違いない。信じるんだ。いつも信じて遭難しまくったんですけど。そんなこともあったな。遭難しても平気だっただろう。お前はすごいやつだ。もう少し頑張れ。そんな。出発。敵だよ。来た。行くわ。はい。あ、ダメ。頑張るぞ。弱くなれ。あたしの番ね。頼んだよ。行くよ。こんなのどう？うい、頑張るぞ。うっ、行くよ。行くわ。あっだれ。ハッピーよ。行くよ。ほいっと。やっ、うわー。行くよ。よっ。私か。行け。体がよっと。うわー。行くわ。とー。えっとね。あん。あたしの番ね。てい。私か。うっ、体がえいっと。ダメ。体がうずくて。ダメ。あたしの番ね。はっ、やばいぞ。うっ、僕だね。えいっと。何かおかしい。えいっと。ダメ。よやばいぞ。うっ、僕だね。こんなのどう？何かおかしい。はい、あ、行くよ。手伝ってよ。バーイ。うわあ、活躍するぞ。動くな。行くよ。よいしょ。体がうずくってる。やばいぞ。くらえ。体がよっと。体がうずくと。これぐらい。はっ。体が当たって。やばいぞ。いけ。体がうずくと。壊れちゃったらこれぐらい。はっ。これが私の実力だよ。あんたは元モンスター娘ね。聞きたいことがあるの。そうだけど先に言わないでよ。仕方ないから聞いてあげるけど、モンムスとパイ族って敵なの？私たち一緒に旅している船のパイ族はおとなしいもんよ。昔はパイ族と敵対はしていなくて、モンスピ界で共存してた。しかしバイキングがおかしくなってから争いが始まってしまったの。パイ族は命令されてモンムスを襲ってただけ。船のパイ族たちはモンムスと戦おうってわけじゃないし、安心かな。襲ってきた黒い方はパイキングってやつのせいかな。パイキングの暴走は俺のせいだぜ。俺のパイ育に対抗したせいでおかしくなってしまったんだぜ。さあやっちゃうよ。私の番ね。頼んだよ。僕だね。こんなのどう？頑張るぞ。弱くなれ。行くわ。プシュッと。ダメ。いや、行くよ。行くよ。はじけろ。私か。シュート。行くわ。当たれ。行くよ。えい。それ。僕だね。こんなのどう？頑張るぞ。水マシマシ。体がうずくってシュッと。うわあ、行くよ。頼んだよ。行くよ。ほいっと。頑張るぞ。うっ。体がうずく。はい。行くよ。そりゃ。僕だね。こんなのどう？私か。捕らえた。体がうずく。ザクッと。私の番ね。えい。えい。行くよ。えいっと。活躍するぞ。シュート。体がうずくわ。はい。壊れちゃったらごめんね。私の番ね。頼んだよ。僕だね。吹っ飛べー。やめ。活活躍するぞ。痛いぞ。私は強いんだぞ。私はモンスター娘よ。どうしたの？ツッコミは？何か言ってよ。いつも途中で口出してたし、この前怒られちゃったから、本当は後に続くセリフがあるのかなって。特にないよ。でもお決まりのセリフでしょ？私たちを知ってるあんたたちは秘宝を集めたの？これのこと？7つとも集めたけど、これって何なの？モースピ界に伝わる胸の力に反応して力を貯めておける秘宝。それを集めた私たちセブンパイレーツの仲間の証。大切にしてね。やったー！秘宝ってやっぱ伝説のものだったんだ。苦労した甲斐があったよ。あと1人か。最後も見つけてあげないとね。ああ、次で最後。俺も伝えなくちゃならないんだち。敵が来たわ。はっ！行くよ。頼んだよ。僕だね。こんなのどう？頑張るぞ。弱くなれ。私かしら。はい。あ、ダメ！あたしの番ね。ちょっと僕だね。ちぎれろ。私か。動くな。行くわ。行くよ。行くよ。よっと。頑張るぞ。捕らえた。うやめ。行くわ。ザクッと。やめ！あたしの番ね。頼んだよ。行くよ。こんなのどう？活躍するぞ。これで体がうずく。ほら！いや！あたしの番ね。てやー！てっ！僕だね。えいっと。やばいぞ。シュート。体がうずく。ザクッと。相手が。私は元モンスター娘よ。あれ、元って言ってる。他の元モンムスと繋がってたりするの？これが伝説の力よ。あんたたちってそんなになっても楽しそうだね。後悔とかないの？私たちに後悔はない。したのは後悔だけよ。どう？名言でしょう。そんなにうまいこと言ってないと思うけど。お前らは俺のせいで済まなかったんだじ。俺が巻き込んだばっかりに。後悔はないって言ってんでしょ。私たちは間違いなく楽しかった。二代目さんたち、あとは任せたよ。え、何を？勝手に任されても困るよ。お前らと共に過ごした日々、戦った日々、楽しかったじ。ありがとう。そしておっぱいのことも含め忘れないんだじ。余計なセリフで台無しだ。はあ、結局これからどうするか決まってないし、考えないとね。調理